はい、皆様こんにちは、こんばんは。今回ですね、楽天モバイルの紹介キャンペーンですね、こちら実施されてた分があったんですけども、こちらがね、今までの3000ポイントから6000ポイントに8月1日から変更されるということで、まあ、それについてね、ちょっとね、詳しくね、説明していきたいと思います。それでですね、最初に、もう1回戦ポイントプレゼントっていうキャンペーンがね、あったと思うんですけども、あれのね、新定日がね、私の、やつでやった方は、今回がね、7月の末にね、ポイントが入ってる方もおられるんじゃないかなとは思います。そちらの方はね、楽天のね、ポイントのね、サイトでね、チェックしていただければなと思っております。楽天モバイルのですね、紹介ポイント8月1日から倍増されるということで、詳しくね、キャンペーンの方をね、解説していきたいと思います。とてもね、キャンペーンの方がね、結構ややこしくなってきてますので、またね、その辺ね、おさらいされたい方もね、一旦見ていただければと思います。そして紹介 URL っていうのが必要になってきますので、そちらの方はね、8月1日の9時以降からのクリックになっておりますので、まあ、その時間帯になったらですね、貼り付けとこうと思いますので、まあ、今回ね、とりあえずチャンネル登録されてない方はね、チャンネル登録とかされて、紹介 URL がね、貼り付けられるのを待っていただければと思います。それではね、まずね、紹介 URL の方の話をしていきたいと思いますけど、まずね、楽天会員であることがね、これ条件の一つになっております。まあ、それはね、誰でも一緒なんですけども、まず第1個目が紹介 URL からの申し込みですね。概要欄の方に貼り付けておきますので、そちらをクリックして、楽天 ID のね、ログイン画面になりますので、自分の楽天 ID で、申し込みをした場合が、適用になっております。でね、楽天のね、申し込み自体は新規でも OK ですし、MNP もいいですし、楽天のね、旧楽天モバイルでも大丈夫なんですけども、データタイプっていうのがね、まあ、最近出てきて、まあ、1000円分無料ですよっていうのがあると思うんですけども、そちらの場合だけがね、適用対象外となっておりますので、その辺だけね、ちょっと注意してもらえればと思います。申し込みが完了したら、楽天の最強プラン、こちらをね、利用開始するっていうのがね、まあ当たり前のことなんですけども、条件の一つになっております。で、利用開始っていう判断は何をもってするかというと、まあ配送が完了した eSIM、SIM カード、使用が開始された。このね、3つのうちのね、どれかが先になったというのが、条件になっております。そして、5つ目の条件としては、楽天リンクですね。楽天の、まだされたことない人はちょっとわからないかもしれないですけども、こちらの方にですね、楽天リンクっていうのがね、ありますので、このアプリをね、使用して10秒以上の通話ですね、がされているというのが条件になってますので、まあもう30秒ぐらいね、通話をね、とりあえず楽天リンク無料ですのでしてもらえれば問題ないかなと思っております。そして、その条件がね、満たされれば、紹介された方、現在がこちら3000ポイントってなっておるのが6000ポイントに8月1日の9時から変更になりますよということですね。ただしね、これ条件がまた変わっておりまして、誰でも3000ポイント、コードの1526ともう1回戦3000ポイント。私がね、YouTube でこの辺貼り付けときますけども、紹介した3000ポイント1896、こちらも対象外になります。そして、対象としては1人1回戦のみ有効ですね。本キャンペーンが適用が初めてなら6000ポイントということですので、まあ、万が一ですね、なんか、今までの紹介ポイントで判定 NG になって外れた方、そういった方も、できますので、もちろん今楽天モバイル契約されている方も、この紹介ポイントっていうのを、適用が NG になった方は使えますので、まあ何らかの形でね、NG になったっていうのが分かったら、まあ申し込みされたらですね、今回6000ポイントなので、またね、できるというところですね。はい。そして、ポイント申請日ですね、そちらの方を見ていきたいと思います。URL のね、クリックをしてから、4ヶ月後ということになっ
ておりますので、まあ、8月のね1日に、申し込みされた方は12月の末日に、まあ、ボーナスとして6000ポイント入りますよということですね。はい、3000ポイント。なので、万が一ですね、私の言う紹介 URL とかで NG になった場合は、おそらくですね6月7月に申し込まれたと思うので10月11月ぐらいにね判定がね出ると思いますので、その判定 NG になったらですねもう一度これをね、まあ、やるチャンスがあるというところにはなりますね。でポイントが、入ったらですね有効期限の方がポイント申請日を含めて6ヶ月間半年以内に使うことが、必要ですね。そうしないと失効してしまいますと。特典の、適用対象外については先ほどお話しました楽天の、ね、リンクですね、楽天リンクを使用してない方は対象外ですよと。あとは未払いがある方ですね、過去に未払いがある方とかも対象外で、楽天 ID の不一致とかで、まあ、名前とかがね確実に合ってなかったという方、まあ、その他ね詳細なことはね適用対象外ということでリンク貼っときますんでそちらでチェックしてみてください。はい、あと併用付加キャンペーンですね、こちらもね結構ありまして、先ほど2つねキャンペーン言いましたけども、それ以外にも、まず iPhone のね SE ポイント、コードが1629、こちら対象外です。あとリワード広告1755、こちらも対象外。あと Android 割引コードが1550、こちらね対象外ですけども、一部例外があるっていうことなのでこちらもね、まあちょっと詳細はねクリックしてみてください。簡単に説明しております。で iPhone の13のポイントバック1903、こちらね紹介 URL をクリックして店舗予約するとですね、まあ、紹介を、ポイントもつきます、13もいけますっていうことなんですけども、iPhone 13ポイントバックは1903は対象外となっておりますね。で、楽天ハンド Wi-Fi 1円、これ1875になりますけども、こちらもね、対象外ですね。楽天1円で買えますよっていうやつは対象外になっております。引き続きですね。でショップの3000ポイント1825、こちらもね対象外ということになっております。ここでね、おもしかしたらと思うのは iPhone のね14の、ポイントバックは、併用付加になってないので、まあ、ちょっとこの辺に載しときますけども、もしかしたらこの紹介で行って iPhone14 行くと併用でねもらえる、さらにねもらえるんじゃないかなってことで、2回戦目でね iPhone14 行くとかいう方はこれでまだ紹介使ってない方ですけどね、さらには6000もさらに上乗せして使えるという可能性がありますということですね。はい、ということで楽天モバイルのね、今回3000ポイントから6000ポイントに上がりますよというねちょっとお知らせでした。はい、8月のね1日の AM 9時から開始となっておりますので、まあねこちらのね概要欄の方にねリンク載しときますので、あまだちょっといや紹介やってなかったけど今回やろうかなっていう方はぜひチェックしてみてください。チャンネル登録とね、高評価の方もお願いします。これで一旦切って、あとはちょっと雑談の方してみたいと思います。それでは一旦またね。